2019オートバックススーパー GT ラウンド2富士500キロ ARGA ブースお集まりいただきましてありがとうございます。今から監督ドライバートークショーでございます。もうだいぶ前からお待ちの皆さんも今足を止めようかなとどうしようかなと悩んでいらっしゃる皆さん、ぜひ足を止めてご覧いただきたい。でこのスピーカーからスピーカーの間ぐらいがちょうどいいところになると思いますので、後方の方どうぞ後ろ側、そして前列の皆さん座っていただきましてありがとうございます。その感じでいきましょう。皆さんこの後ドライバー、この後ね2時間後には予選がスタートする、そんな素顔を見られる、そういうチャンスになっています。今期 ARTA のブース帯同いたしまして MC を担当します。スポーツ MC チームリアルの開幕戦に続いて僕アリーが担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。天気いいですね。富士山もまだ見えてます。さて久々のこの富士スピードウェイという方もいらっしゃると思いますけども、 ARTA は昨年リブランディングを行いました。レーシングスポーツブランドとして生まれ変わりました。このレーシングの世界というのは非常にタフで非日常です。まあそんな中でトップアスリートと同じくコンマ数秒かけて叩くドライバー、そしてチームクルー、そういうレーシングスポーツの世界をこの ARTA が表現しています。レーシングスポーツブランド ARTA でずらっといろんなアイテム並んでいます。さらにファッション性の高いアイテムもたくさんございまして、普段の皆さんのライフスタイルにも取り込んでいただけるようなアイテム、まあ、タフでシンプルなデザインにこだわったそういったアイテムたくさん用意してございますので、ぜひトークの後ブースの中に入っていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあお待たせでございますね。トークショーの主役の皆さん登壇いただきます。ずらっと6名並んでいただきますので盛大なる拍手で迎えてください。よろしいでしょうか。いいですか。それではまずこの方から、総監督鈴木あぶりさん。エグゼクティブアドバイザー土屋圭さん。GT500 8号車ドライバー野地智樹選手。伊沢拓也選手。GT355 号車高西新選手、そして福住二年選手です。さあ揃ってまいりました。座る前に開幕戦優勝の8号車、そして表彰台2位の55号車、改めてお祝いの盛大なる拍手をお願いします。やりました。それではお座りください。アグリ監督、開幕戦から3週間経たないこの第2戦を迎えています。そうですね、まあひどい天候だったんで、岡山が本当に大変な天候の中でね、まあ、レースでもちゃんと最後までできなかったんですけども、まあ2台の車ちゃんとねゴールまで運んできてくれて、まあ、ゴールじゃないんだよね、途中で終わっちゃったんですけど、まあ最後までね、チェッカーまで運んでくれて、まあ、優勝と2位ということで、まあ、いい滑り出しはいい滑り出しかなと思ってますが、はい、大波乱のレースの中で本当に冷静にレースを運んでいったなという印象がありますが、土屋さんいかがでしょう。開幕戦を終えて、いやそんな感じですよ、本当に 残ってて生き残り合戦みたいな感じだったんでね、大雨でも本当に走れないでしょうっていうハイドロプレーニングの中に残ってることが重要だったんで、良かったですよ、ね、それでしっかりとポイントも取って、8号車も55号車も、はい、どっちも表彰台なんで、はい、そうですよね、はい、75% 未満だったので周回数がポイントも半分にはなりましたが、まあ、その分ウエイトも半分という状態でのこの第2戦となりますが、そろそろ野尻さんマイクを持っていただきましょうか。スイッチオン大丈夫ですか。はい、この第2戦、まあ、ちょっと第1戦振り返りましょうか。いやすごい疲れましたね。乗ってた。乗ってないんですけど、ね。まあ、ノリさんは Q2 担当で5位 でスタッドライバーは伊沢さんだったので、はい、乗ってないんですけど、まあ、精神的にも、いやもう、うん、いや本当ね、お客さんには申し訳ないんですけど、頼むからもう順番回ってきてくれるなっていう思いも途中からあり、はい、まあでもそんな中集中もしなきゃいけなかったんで、うんうん、まあやっぱあのコンディションでね、さすが伊沢選手で、ああやって順位も上げてきてくれたことが、うん、一番最大の
はい、勝因だったんじゃないかなと思います。あのオートバックスの YouTube のチャンネルにもこのダイジェストとして上がっていましたけども、また伊沢さんのオンボードの、ね、映像も1時間ばかりのずっといったものも見ましたけども、ほとんどもう前何も見えない状態での伊沢さんの、ね、自由に出るアタックもありました、はい、あそこ非常に冷静でしたよね、はい、いや冷静どういう状況だったんですか。いや冷静ではないです、ね、ではない、はい、もう何回もスピンしそうになったり、はい、飛び出しそうになったり、うんうん、それこそ前見えないからブレーキ踏んだらあもう飛び出すみたいなこともあったんで、うんうんうんはい、ただ前のホンダの2台が簡単に日産を抜いていったんで、はい、あこれ俺も頑張んなきゃなと思って、はい、とりあえず日産2台抜いたんですけど、でその後はまたね、ま、雨がすごい強くなってきたんで無線でアグリさんお願いだから早くもうレースやめてくださいってずっと言ってました。そんな会話もあったんですね。ずっと言ってました。もう無理だ無理だ本当にダメだって。でその最終的には2番手にいて、で最終の、まあ、結果で優勝ということになって、はいまあ、見事ポイントも取って、はい、もういい2019年滑り出しですよね。はい、あの、まあ、ポイントは半分ですけど、うん、1勝が 0.5 勝になるわけではないの で、 そ う、 です、ね、そういう意味では、はい、もう今年の仕事の8割ぐらいは終わったから終わってますそれはあの僕も乗ってないですけど、はい、僕も便乗して同じですから同じ気持ちということですね、はい、ありがとうございます。 GT300 高木さんからお話伺いましょうか。まあ、はい、ポールとっての決勝あの雨の中、はいまあ、抜かれはしましたけども、はい、とはいえすいません、いやいやいやそういうわけじゃないですよそういうわけじゃないですよ、しっかりとポイントも取ったし、そうですね、十分の結果じゃないですか。あのレースはちょっと声いきなりかすれてすいません、あの走ったらいきなり声がおかしくなっちゃった今ね今、はいはい、で、まあ、あのレースはポールからだったら本当視界が良くて、うんまあ、ハイドロップレーニングも結構僕的には500が走った後走ると意外にならなかったんですよね、うんうん、ただ雨が結構あの NSX 初めてに近かったので、はいまあ、バランスがちょっとフロントが温まんない状態でちょっと辛かった、うん、で新田さんがすごい勢いでこう来るんでまあ譲っちゃいましたでもレース後すぐにもうちょっと時間があったら、ね、チャンスがあったのに、 その後まあ温まってくると結構同じペースで行ってたんで、うん、まあ後半勝負かなと、うんうん、まあ2レーンに頑張ってもらおうとかって思ってたんですけ ど、 なるほど終わっちゃったんですねその2レーンさんはどういう心境でずっとあの決勝をご覧になってました。 その前にやはりポールを取った後のねあの感動的なずっとこう走ってくるヘルメットかぶったままというシーンね、はい、ね熱かったですね。そうですね、あのポールを、うん取れって言われて言っていただいて、はい、あのポールを取れたんで、まあ、そこはなんかすごく嬉しくて、うん、ピットロード走っちゃいました、うんうん、そしたら高木さんが万歳して待ってくれて、ね、もう感動的な、はい、ドラマのワンシーンでしたけども、はいはい、嬉しかったですね。でその後の決勝レースどういう心境でずっと見てましたか。いやよく皆さんあの中で走ってるなとはずっと思ってましたし結構映像だと55も映ってたんですけど8号車も結構映ってて、うんうん、で伊沢さんが何回もなんかお尻がピッて出てスピンそうな時が見えたんですよ、はい、伊沢さん今どんな心境で走ってんだろうなっていうのは高木さんのことよりもそっちの方が大きかったかもしれないです。はい、なるほど、まあ、実際予選は走ったんですけども、まあ、決勝は走れずということで、まあ、フルシーズンで、このースーパー GT に参戦するニレさんにとってはまだ実際にこの決勝の舞台っていうのはね、そうですね、うん、まだ走ってこの前の岡山では走ることができなかったんですけど、うんうんうん、やっぱあの長いレースなので、まあ、この前の岡山はあの状況の中で高木さんが、まあ、NSX で雨走ったのは初めてでしたけど、はい、ちゃんと乗りこなして、うんうんうん、あのまあ、2位という、まあ、すごいいい成績を収めてくれたんで、はい、まあ、逆に今回は、まあ、明日の天候まだ分かんないですけど、うんうんうん、明日もあの僕は乗れるチャンスが明日こそはあると思うので明日はしっかりなんかレースできればなと思います。なるほど、はい、辻さん、あのずっとこうやっていて いてもこの本当にチームワークという非常にこのもう今シーズンかなりこう窒息してるなという感じがしますけども、どうですかこの第2戦。今鈴木さんって言った、アグリさん誰のこと言ってんのかな、トントされてるから、誰呼んでるのアグリさん僕もおかしいなと思ったんです。アグリさん非常にこの高木さんと二玲さん、そしてノリエさん、伊沢さんというこのコミュニケーションもチームワークいいですよ、すごく、うんうん、すごく、まあ、みんなで言いたいことも言ってるし、うんうん、まあ、車のセットもそうですし、うんうん、でもうチームの雰囲気としてはすごくいいしね、はい、やっぱ、うん、やっぱチームワークでやっぱいい成績出てるんだと思います。なんかこう何がいいとかっていうんじゃなくて、うんうん、やっぱ全体の、まあ、エンジニアとのコミュニケーションも
車とのマッチングも、はい、タイヤもエンジンもなんか全体の平均点がすごく高くなってると思うんで、何か一つがじゃあ100点かってそうじゃないと思うんだけど、まあ、全部の点数はなるほどチームとしては結構いいとこ来てるかなと思いますけど ね、はい、今日も公式練習を終えてその結果を踏まえて今どんな印象でしょう。やってみないと本当わかんないね本当になんかもうあのまだそのみんなが重量を積んでくると、うん、まあ、この車はもう重いからあんまり上がってこれないだろうなと見えるんですけど、はい、この前のレースが、まあ、なんせ半分しかやってないんで、うんうん、まあ、言ってみれば僕らの車が一番重いぐらいのところから始まってるんで、それでも、まあ、まだそんなに重量で大きくそのハンデがあるっていう状況じゃないんで、はい、うん、本当にどのチームがまだ本当開幕戦みたいなもんですよ。どのチームがどう出てくるのかっていうのはもう全然わからないんで、まあ、予選見ててください、うん、で大体、まあ、富士の流れは分かると思うし、まあ大丈夫じゃない土屋さんどうですか講師の結果で よくそういういい加減なことが言える確かにあの開幕戦みたいなもんですよこれが、うん、まあ、あの岡山のはねもうなかったようなもんだと思うし、あの雨の中で、で実力もねどのチームがどのドライバーが速いっていうのも全く分かんない状況だったんで、これここで分かるんじゃないですか、うん、ただやっぱりね岡山全然あのレースらしいレースバトルらしいバトルしてないのにいきなりあの NSX の BOP がパワー下げられるっていう意味の分かんないような、GT3 ね、そう、うん、意味分かんないようなねレギュレーションで戦わなきゃいけないんで、ちょっと厳しいね、うん、だからちょっと厳しいと思いますよここは、うん、まあ、優勝したんですけど、まあ、ほとんどレースしてないのに優勝したあ、まあ、2位だったんだけど、そうするとちょっとブースト圧が、はい、あの NSX の GT3 のブースト圧が下げられちゃって、うん、まあ、このコースストレート長いんでちょっとエンジンパワーちょっと低いよね、ちょっと厳しいねと思いますよ、うん、だからまあそこは、ね、でもロングはいいじゃん、ロングはいいんですけど燃費悪いんでねよく考えてくださいね、まあ、タイヤがいいから発言にはよく考えてからこれを言ってほしいね。では藤さん、この ARTA にとってこの富士って非常に相性がいい印象があります。そうでもないんだよ。そうでもない。あの BMW の時は調子よかったんだけど、まあわかんないで、そんなでもないんだよ。あの500の方はあんま調子よくなんかないし、500は富士に来るとダメだね。ちょっと調子悪いよね。まあでも大丈夫だね。よくそういういい加減なことを平気で言うよね一番奥で笑ってらっしゃいます高木さんがこの富士 の、まあ、あの 4連勝がかかっている、で富士でスーパー GT 行われるのが48戦中、はい、もう最多の9勝をしていらっしゃるんですか。そうですね、うん、富士5戦ぐらいやってほしいですね僕はチャンピオン取れるかもしれない5勝しちゃうまあ、今日の予選はちょっと微妙ですけど頑張りたいと思います、まあ、NSX でのこのスーパー GT の富士を迎えるというのは初めてになるわけで、まあ、今こうして終えてどういう手応え。そうですね、ちょっと朝一は実はちょっとパワーが出すぎちゃってて、ほうほう、あのそんなパワー出しちゃダメですよってことで、うんうん、あのちょっと落とさなきゃいけなくなっちゃって、あれは幻のタイムだったみたいな。あ、そうなんです、ね、すいません、期待だけさせちゃって、まあでもまあ俺が一番期待したよ俺はまたいけるなとかと思ったらパワーちょっとブースト上がりすぎててダメですよ、オーバーしてそうなんですね、なるほど、まあ、ちょっと予選はどの辺にいるのかちょっと楽しみですけどね、あのまあ頑張りたいと思います。なるほど、姉さんどうでしょう講師を終えて、あの高木さんのタイム出した後僕は乗ったんですけど、はい、あんなタイム全然見えなくて、はい、でも何を変えたとか何も教えてくれてなかったんで僕今回全然乗れてないなっていうふうに思ったんですけど、うん、まあでも予選になるとまたいろいろ変わると思うんで、そこにやっぱドライバーがすぐにアジャストできるかが鍵になると思うんで、そこは頑張っていきたいなと思ってます。はい、ニルさんの左手にもクストスが光ってますね、かっこいいですねこれね。ありがとうございます。このトークショーというのは今日この予選前と明日決勝前は監督トークショーということで監督のお二方のみなんですけども、予選を終えた直後のインタビュー、ドライバーの皆さんのインタビューを YouTube 公式のねオートバックスのチャンネルに上げていますので、ぜひそういったところもチェックいただきたいなと思いますが、ちょっとマイクを回していただきまして、伊沢さんと野次さんにもこの後の予選に向けてお話を伺いたく思いますが、今回もファースあの Q1、Q2 の担当はもう一緒ですか。これもうアナウンスされている情報ですよね。はい、はい、僕今回ごめんなさいしましたどういう意味。いやちょっと Q1 僕が行っても通る気がしないんで野次さんお願いしますって、もう来る前から言ってました。
いやかといって通る気してないですよとはいえですよアグリさんちょっとこのこれも決まったんですか Q1、Q2 担当。いやもう決まりました、はいはい、もう申請出して申請出して、はい、大丈夫ですよ大丈夫終わったらやっぱりねとかってよかったでしょ、はい、それが、はい、富士だけは通用しないんですでも去年もその会場レース会場によってこう変わる Q1、Q2 が変わるっていうことがありました、はい、いやありましたでも去年の富士の結果見てくださいよ、うん、このレース何だっけ6位いやいや8位とかそんなもんいやです第2戦は8位とかそんなもんですそんなもんだったはいもうダメなんだよな予選は10何番とかダメって分かってんじゃないですかそういうネガティブな情報は僕は言わないようにしてるんですけど大丈夫だからそれは昨年のことですからちょっと変わって GT355 号車も Q1、Q2 っていうのはちょっとこれは土屋さんから伺いましょうかもう決まって出したいや決め、はい、もう決まってますよはい教えていただいていいですかまあ2例が Q1 行って、はい Q2 進出でポールを狙うおぉキーボード言ってこれ開幕と変わりましたけどもちょっと変えたんですよ、うんうん、まあその方が流れとしてはいいかなっていうね朝の富士走行を見てみて、はい、あ新一の方が富士は乗れてるかなっていう感じで、はい、まあ新一にポール狙えとは言ってますけど、うんうん、あのパワーは落とされたんでまあ3列目以内で、うんお願いねっていう感じですそうだね2台とも3列目でいいね8号車かわいそうでしょアグリさんアグリさん3列目ないじゃないですかあるよないしあるあるだって Q1 通ったとしても僕 Q2 行くんですけどそれも8番確定ですからなんかいいじゃん8番ポイントゲットじゃんそうですだから、ね、こうだから僕今回の目標8位だと踏んでるんですよ、うん、それ僕通んなきゃダメじゃないですかいや仮にです仮に通っていいキャッチボールもさすがのチームワークですね俺は通るとは思ってないからアグリさん次のステージもありますのでそろそろあの予選に向けた一言を二礼さんからいただきたく思いますお願いいたしますどんな予選にしましょうはい今日は、まあ、今回僕は Q1 を担当させていただくんですが、まあ、フリー走行のまあ、雰囲気も大体、まあ、大体見えててで、まあ、予選でどんな雰囲気になるのか、まあ、まだ天候の方 の, その気温とかによってすごい変わるんで分かんないですけどしっかり高木さんにバトンを渡せるように頑張っていきたいなと思います応援しますちょっと待って2でさ、はい、今の意見最初大体見えてるんですけどってお前の話聞いてると何も見えてないってことじゃないそうです実は見えてないですね、はい、ありがとうございます谷さんお願いしますはいそうですねまあ明日もしかしたら天候も悪いかもしれないので、うん、なるべく前に行けるように頑張りたいと思います、はいはい、よろしくお願いしますこちらこそですありがとうございます皆さんお願いしますはいさっきウエイトをそんなにって言いましたけど、うん、僕ら一応20キロ乗ってるんです20キロってタイムで言うとコンマ3秒ぐらいあるかなと思うんで、はい、そういう意味では非常に今回、予選は難しいとは思いますが、うんはい、まあ明日のレースが長いのでまずそこに向けていい流れを野尻選手に作ってもらえるようにお願いしますそのトークのバトンも今受けました野尻選手お願いしますはい、はい、今回はちゃんと仕事したいと思います頑張りますお願いしますじゃあさんお願いいたします予選に向けていやもうさっき鈴木アグリが言ったようにここが開幕戦だと思いますので、はいここで他のチームがねどの車が速いかっていうのがだんだん見えてくるんじゃないかなと思いますので、新一君にはポール取ってねっていう、心では思ってますけど、まあ、3列目以内にいてくれればいいなと思いますありがとうございますアグリさんまとめてお願いいたしますいや大丈夫だと思いますよまず500はだって、はい、まあ NSX で言えばジェンソンが Q1 行けば野尻に20キロからいいから大体ウエイトとしては一緒だからだけどね、まあ、そうあんまりネガティブになるほど積んでないでしょでも実績が運命の差なんですけど、うん、あ実績がな実績がまあさそうするとちょっと20キロ分ぐらい不利かなまあでもね、はい、大丈夫ですよなんとかなりますもうダメでも明日レース、まあ、今日の予選なんかあんまりもう予選ですから、はい入って言いましたけど今日ダメでもなんとかなりますからいやこれだけダメだったら鈴鹿行きますから大丈夫ですこれだけの多くのファンがついてますので ALTA 熱く応援しましょう今一度大きな拍手をお願いいたします
ALTA 予選前の監督ドライバートークショーでした。どうもありがとうございます。この後予選は2時間後のスタートです。 ALTA に向けて熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。さて今日